お、マークがある。その先、目的地は右側です。ゴミ箱西田家の看板貼り付けんな。ここやね。目的地は右側。うん、ここですね。お疲れ様でした。面白いな。暑いな。暑いっすな。最高気温何度だ今日。はい、こんにちは、じいちゃんはです。唐突に始まる自己紹介すげえ。なんかあ、ここだな。何？将棋するとこだよ。将棋場って書いてある。漢字違いですよ。こっちの方は何、霊感今発動してる？本当やね。三成と違ってこっち三成じゃねえよね。うん、三成やってるよ。一緒三成で。うん。本当にこっちは余裕なんだね。うん、平和だと思う。なんかだいぶ。すごいな。この戦ってる最中にほぼほぼ笑みがあるっていうのは。なあ。さすがタヌキ、食わせもんだわ。すげえわ。こっち、あ。え？あ、全然違うね、こっちは。もう余裕がすげえ、全然違う。まあ、うん、そうだろうな。こっち何やった？徳川家康ね。そうそうそう。徳川家康もあれやね、感じてみると、こっちも結構、あれだっすな。社長にしてはいい社長だね。この間口がも、口があれ、うまいだけどクソたぬき言うとったくせに。口のうまいクソだぬきだよ。、うん、でも戦略としてはこっちの方が優れとるんやね。戦闘民族って感じだね。おー、うん、でもじゃあこっちはそんななんていうの、目の前に弓矢隊あったりとかそういうのもない。いや、弓矢隊とかもある。ある十分ある。これ入っていいの？いいんじゃない。ダメなのか。なんだ、新しいん。上に立つだけのオーラすげえな。へえ。あ、上に立てれるわ。そんななんか誰が近いって言うとあれなんだろうけど、そのどんな人に見えるの、あなたからは。うん、この前も言ったように確かに口はうめえし、うん、だけど先頭にかけてはすげえな。まあ。やりたい放題っていうよりも、人の命を考えずにとにかく突っ込めやらせるタイプよね。こっちは向こうと全然違う考え方が。何そういうなんかドライな経営者的な目線ってこと？いや、勝てるって思ったとか一気に行くけど、難しい時はすげえ頭使う人やね。おお、うん。口もうめえし戦略もうめえ。攻め時をちゃんとわきまえてるわけだ。わきまえとる。すげえ。もういけるって言ったけど、ここから見えるのはもうここだここだっていう時は一気に弓矢とか、うんうんうん、攻め込んどる。
容赦なく叩き潰すっていう最後は、うん、それに関してはこの戦はそうだと思う。すげえわ、これは早く終わるの分かるわ。ほんで裏切られるのも分かるわ。裏切って言えばこっち側につく。それもそうそうそう。だけどこいつすごいね、裏切ったからってそいつらを信じてる、ずっと信じてるわけじゃないよな。うん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 、使えるものは使うって、捨てるものは捨てるっていう。すげえな、このネタ。徳川家康か。うん、徳川家康。徳川家康ってすげえな。古田の銀にしては、すげえな。あの時代にしてにしては。へえ。こんな人が、第二次世界大戦におったら日本もなんとかいけたかもしれんね。まあでも時代に、なんていうの、時代の荒波に揉まれた一人ではあるからな、徳川家康も。どんな人なの歴史上、読み取るにしてはこいつ確かに口もうめえ古田抜きやけど、小さい頃は静岡県でお城に幽閉されてて人質で、うん、あ、そうなの。そうで、信長さんが今川を倒したあたりかな、うん、あのあたりからもうあれ、信長さんの部下に入って、そのまま要は信長さんと一緒に戦い続けて、その織田家の中へずっと成長してって、で、信長さんを亡くなって秀吉が組織の頭やった時も、ずっと部下にいて、秀吉が死にました。で、その、じゃあ次、トップ誰がやるかっていうので石田三成さんとこの徳川家康で戦う争いだから、すっげえ、なんていうか揉まれ人なんだな、苦労人なんだな。信長と秀吉っていう、なんていうの、歴史の中で一番トップだった二人をずっと見てきてる人だから、じゃあ戦略うめえわこいつ、すげえわ。、うん、でも上司にするには俺きついな、これ。すげえなこいつ、思ったよりすげえな。これは向こうまでは読み取れんわ俺。半径100メートル。どこで言っとくべきそれ。でもこの辺まで軍人がおる、人がおるってのはすげえな。ほとんど余ってんじゃん人が。この辺。まあ初手3万人なんていうの、差がこっちが有利で、なおかつ向こうの軍だと思ってたのが裏切り者でバシバシ味方になるから、ここら辺に立てた人はそもそも戦う理由ほぼないですな。感染しに来た感染武漢ですわ。だって裏切った味方の顔も知らん、知らん面も出とるぞ。これ博物館の人記念館。ああ、古戦場記念館。うん、間違いなく封鎖してんだよな、入れないんだよな、これ。さあ、皆さん、こう思ったんですけど、夜が一番集中しやすいです。でしょうね、うん。いろんなものが目に入ってる。どうなんだろう、夜来るだけの価値。ないな。ないですか。悲惨さから言えば向こうの方が悲惨だもん。ああ、それはね、まあやっぱ詰め込まれてるだけあって、てか余裕ぶっこいとるやつらの、なんていうの、顔見てもしゃあないよ。すげえ余裕ぶっこいとるんだこっち、全然違うんだね。すごいわ、全然違うわ。その辺はゲームとかも一緒なんやなと思うな。でもイケメンじゃないんだよね。うん。タヌキ言われてるやつがイケメンなわけないんだよな。でも戦略とか、うん、知能派、知能派っていうか副将軍みたいなやつがすげえ知能派なんだね。ああ。将軍が俺とこの副将が誰か知らねえんだけどよ。うん、副将誰だ、徳川でしょう。黒田官兵衛あたりかな。うん、分からん、めっちゃ賢いやつだぞ。あ、
うん、でもまあなんていうの、全国のエリート集まるなんていうの、大手だからね、大手の仕事場だから。さあ皆さん、何を話していいかって、見えるもん話してくれるとね、もうそれだけで視聴者は多分わー納得ってなるから。そう、いや本当にこちらの辺はね、皆さん本当に言っちゃ悪いけど余裕バチもバチこいとるこの辺ぐらいから、この前のとこからこっちはもう本当に余裕って感じ。ああ、うん、こっちから向こうじゃないかな向こうか、うん、違う違う、前のさっきのあった場所。ああ、さっきのあの最初のシーンのあったところから、ここに来るときはもう余裕ってやつ。ああ、まああとは選曲眺めるだけぐらいの手ですわね。そうだね、あとはもうなんか僕から見えるのは、うん、後ろにおるもう兵隊はもう下がっとるでしょ、団体。まあ言ってしまえば、要はその、うん、向こうの軍で裏切ってくれる連中が最前線戦ってくれて、うん、要は裏切り者と敵を同時に始末できるようなもんだから。そうすごいな。なんていうか、余計な王を一番引かない戦い方をしてる。余計な不安要素を後に残さないためのそういうのも見越してる副隊長なんや。立ち悪いな。なんでそれは強い方につくだろう。だけど、すげえ、こんなに余裕がある戦いってすごいな。将軍がこんだけ余裕っていう顔は。ああ。そっか、姉川とかではそんなどっちも余裕ないもんな。うん、あっちはもう必死だな。うん。なんだかんだ数拮抗してる感あるけど、うん、ここまで戦力差割れてるのはなかなかないな。大体この辺ぐらいまで陣はおるもんね。うん、これ夜になるともっと見えるんだろうね。ああ、見えるのかな。そしてこの暑いのに俺ら以外にも来る人いるんですわ。うん、この甲冑はそうやと思う。あの見たことある甲冑。うん、あ、なんかすごい豪華な甲冑つけてるっていう、それが。甲冑はこれなんだ。よくあるやん、写真で載って、あの絵で載ってるような。あのなんか、重々しいなんか。そう。あーっていう感じ。あの武器屋敷とかで飾ってあるようなやつでしょ。すげえ綺麗なんや、一番綺麗。なんか、鎧、なんていうの、頭でも、どうでもいいけど、特徴あったりします。金好きやね。めちゃくちゃ金好きなんよね。まあ目立つっちゃ目立つし、確かにどうだろう、ゲームでもつけてる、そういう金の鎧みたいなのつけてるってつけてるのはあるけど、正解なのかわからんしな、それが。ここで終わったんだ、あっという間だね、本当に、うん、ここまで移動の時にほぼほぼ終わったと思えばいい、戦争、戦いが。向こうからこっちによっこいせーと移動してる間に、走ってないもん。まあ言ってることわかる。うん、あの走る理由ないし、ここからじゃ向こうからさ、ここまで来るのに。うんうんうん、うん、すげえな、こっちはこっちで全然違うんだ。全然違う。オーブの数とかもやっぱりこっちの方が少ないんですね。少ない。人の数はすごい。あの墓が邪魔、俺。あれか。まあ、あれどう見ても後から建てたやつだからな。あれが邪魔する、俺。すごい邪魔、あれ。石垣とかそういうやつ？違う、あの、墓。あっちか。違う。あの、ここの神社の向こうだよね。そう、あの墓が邪魔でさ、すげえ読み取りづらいこと。ほぉ、うん、え、なに、向こうのお墓からは何が見えてんの。なんか、アクションある。
アクションある。いや、あの墓邪魔、俺。まあ。でもあなたに言われるまで俺気づかなかったもん。あの向こう側に分かるってこと。マジであれがすげえ邪魔に感じる。なんだろうこの なんか新しい霊気まで感じるっていう。すげえ邪魔くせえな。つい最近お亡くなりになった気配が感じる。400年前のエピソードなのに。何気なし不定だろさ、測るやんか。そらそっかと思ってよ。すげえ邪魔くさかった。